日本代表のミッドフィルダー田中碧と三笘薫、日本中を熱狂に巻き込んだカタールワールドカップの日本代表メンバーに選出された両者は、ドイツ代表とスペイン代表撃破に大きく貢献した怪物です。現在は海外で活躍している両選手が J リーグの川崎フロンターレ出身であることを知っている人は多いですが、この2人は幼馴染であることが今回のワールドカップを通じて世に知られるようになりました。学年でいうと三笘が田中の1個上ですが、2人はプライベートでも学年の違いを感じさせないほど仲が良く、川崎市立鷺沼小学校、有馬中学校と同じ小中学校に通っていたことでも知られています。今回の動画ではそんな2人の学生時代の関係性にフォーカスしながら、どのようにしてワールドカップで活躍する怪物になっていったのかを振り返ってご紹介していきます。田中は1998年9月10日、神奈川県の川崎市宮前区で産声を上げます。サッカーを始めたのは幼稚園の時。スポーツ万能で体操競技もしていたという田中ですが、当時から楽しさを最も感じていたスポーツがサッカーで、一人で公園に行ってはボールを蹴っていたそうです。一方、三笘はその1年前に大分県で生まれますが、育ったのは川崎市宮前区。3歳上の兄の影響でボールを蹴るようになり、友達とボールを蹴っている時間に何よりも幸せを感じていた少年でした。こうして同じ地域で育った2人は、田中は小学1年生、三笘は小学2年生になると、地元のサッカーチームである鷺沼サッカークラブでサッカー選手としての第一歩を歩み始めます。このクラブは今回のワールドカップで大きな注目を集めたクラブです。というのも、鷺沼サッカークラブからカタールワールドカップの日本代表に入ったのは2人だけでなく、板倉滉、権田修一もこのクラブの出身。実に4名の選手がカタールワールドカップで活躍することとなったのです。そんな鷺沼サッカークラブは、田中と三笘が通っていた鷺沼小学校のグラウンドを練習拠点としており、各学年のコーチが短中期での目標を設定しながら、それに沿った練習メニューが組まれているという、小学校低学年においては非常に本格的なクラブです。当時の指導者は幼稚園児だった田中が練習体験会に参加した際、練習内容をつまらないと言って泣き出してしまったというエピソードを紹介していました。基礎練習を非常に重視していた鷺沼サッカークラブで、アスリートとしての基盤を磨いた両選手ですが、技術的には田中と三笘の2人は当時から抜きん出ている存在だったそうです。田中と三笘の小学校時代を指導した人物は、当時はポジションがフォワードだった田中がミニゲームで次々と相手を抜き去っていったこと、三笘がアドバイスを即座に受け入れて実行していく大人な選手だったというエピソードを語っています。さらに1学年下だった田中は当時から三笘の後ろについていく存在で、当時の経験が今の仲の良さにつながっているのかもしれません。2人の共通点としては、同じ小学校に通っていたこと、鷺沼サッカークラブでプレーしていたことだけでなく、育成力に定評のある J リーグクラブである東京ヴェルディのスクールにも並行して通っていたことも挙げられます。当時を振り返った田中は、とにかくみんながうまかったので、ヴェルディのスクールはそんなに行きたかったわけじゃないんですよ。特に2年生の最後の方はそんな感じでした、と明かしており、小学校4年生から対象となるヴェルディのジュニアチームのセレクションも受けなかったそうです。一方、三笘は、ヴェルディのセレクションがあったらヴェルディに行っていたと思うんですけど、あの時はなかったんです、と明かしており、タイミングの問題でヴェルディでサッカー選手としての歩みを進めていく決断ができなかったことを認めています。地元のサッカー関係者にとって名の知れた存在となっていた2人にとって、大きな転機となったのは小学校3年生を迎える直前です。三笘は2006年、学年が一つ下の田中は2007年にフロンターレのアンダー12チームのセレクションに合格したのです。当時フロンターレは現在のような国内屈指の強豪クラブではなく、 J リーグ入りを果たして J1 と J2 を行き来する状態が続いていました。2006年度にジュニアチームの創設が決まったことから、新小学 3,4 年生を対象にした初めてのセレクションを実施しており、三笘はこのセレクションを通ってフロンターレ入りを果たしています。
三笘は両親が見つけてきたことからたまたまフロンターレジュニアの存在を知ったらしく、当時の経緯を本当に偶然受けて偶然受かったという感じですねと明かしています。なお三笘の1年後にフロンターレ入りを果たしている田中は、鷺沼サッカークラブのコーチに知らされる形でセレクションの存在を知ったそうです。三笘と同様に当時はフロンターレの存在を認識していたわけではなく、友人となんとなくセレクションに参加しそのまま合格してしまったというのが本心だったことを認めています。こうして田中と三笘の2人はフロンターレの育成組織で本格的にサッカー選手としての道のりを歩み始めます。田中はチームの10番を任されるような存在でしたが、中学校はサッカー命といった考え方ではなく、友人との遊びなどにも興味を持っている時期でした。しかし中学校3年生になった頃に参加したアンダー18チームの練習で、学年が一つ上の三笘や現在ベルギーのロイヤルアントワープでプレーしている三好浩二のプレーを目の当たりにし、このままじゃやばいとスイッチが入ったそうです。一方田中に危機感を与えるような存在だったという三笘ですが、自身は中学校の時からプレーしていたボランチのポジションで苦労しており、年上の選手たちの中でなかなか試合に絡めない時期を過ごしていました。田中がアンダー18に昇格し、1年生ながらも A チームのメンバーに抜擢されるようになった頃、2年生だった三笘にとっても大きな出来事が起こります。ポジションが空いていたことから左サイドハーフでのプレーを打診されたのです。最初は本人もお試し程度と感じていたそうですが、中盤とは異なり視野が180度となったことからプレーに変化が生まれ、昔から得意だったというドリブルにさらに磨きがかかりました。なお学年が違っても2人の関係性は良好で、当時はいい意味でライバルだったそうです。三笘は練習前後にチームメイトを捕まえては1対1の練習を繰り返しており、田中はその相手として何度も何度も勝負を挑んでいました。クラブの関係者は当時の2人の様子をこのように語っています。青は薫に対するライバル心があったんだと思います。外から見ていてもそれは感じましたね。三笘は3年生になると10番を背負い、田中も2年生ながら試合に絡む存在でした。当然2人の元にはトップチーム昇格の話が届きます。一足先に3年生となっていた三笘はトップに上がった時に活躍できるイメージがなかったという理由で筑波大学への進学を決断。一方3年生になると三笘の後を継いで10番を背負っていた田中は、何度もトップチームの練習に参加しながら最終的には高校卒業と同時にプロに入る決断を下しました。こうして田中と三笘は一度別の物語を歩み始めるようになります。ちなみに三笘がフロンターレのアンダー18を卒業する際、田中は、カオルさんは本当にドリブルが上手くてすごかったですけど大したことなかったです、一緒にプレーしてて本当に楽しかったです、大学でも頑張ってくださいとメッセージを送っています。幼馴染で仲のいいライバルであることが伝わってきますね。一度は別々の道を進んだ2人ですが、彼らの人生が再び交わったのは2020年、筑波大学で全国区となっていた三笘がフロンターレに加入することが決定したのです。なお2017年からトップチーム入りしていた田中はプロ入り後の2シーズンはなかなか出場機会を確保できませんでしたが、2019シーズンは主力だった大島亮太の負傷もあって中盤の主力に定着していきます。このシーズンの J1 リーグで24試合に出場して1ゴールを挙げ、フロンターレの選手として初となるベストヤングプレイヤー賞に輝いただけでなく、年末には国内組のみで構成される日本代表にも初招集されるなど、クラブの中心選手として三笘を迎え入れることとなりました。こうして迎えた2020シーズン、田中は J1 リーグ31試合に出場して5得点、三笘は30試合に出場して13得点と2人ともシーズンを通してレギュラーとして活躍。フロンターレにとって2シーズンぶりとなるリーグタイトル獲得に大きく貢献し、2人揃ってベストイレブンに輝きました。ちなみにこのシーズン田中は三笘について、ずっとやっているので基本的にはやりたいことやメンタルの感じなどもわかります、ここでパスが来るとかここに欲しいんだろうなとかがわかるので一番やりやすい存在ですと話しています。また2人とも海外のプレーを意識していたことから一緒に英語の勉強に励んでいたこともあったそうです。2021年夏には2人揃って東京オリンピックに臨むアンダー24日本代表のメンバーに選出されますが、田中がレギュラーとして全6試合に先発した一方、三笘は直前に負傷した影響もあって3試合のみの途中出場にとどまります。それでも三笘は3位決定戦のメキシコ代表戦で0対3と絶望的な状況ながら、得意のドリブルで78分に一矢報いるゴールを記録しました。
フロンターレでも継続して活躍していた2人はこの東京オリンピック終了後に海外でのプレーをスタートさせます。田中はツバイデリーガのフォルトゥナ・デュッセルドルフにレンタル移籍し、三笘はイングランドプレミアリーグのブライトン&ホーブ・アルビオンへの加入後、ジュピラープロリーグのロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズへレンタル移籍することとなったのです。こうして海外挑戦を始めた2人はカタールワールドカップのアジア最終予選に臨んでいた日本代表で再会を果たすこととなります。田中は2019年の初招集以降代表から遠ざかっていましたが、2021年10月に再び招集されると先発に抜擢されたオーストラリア代表との一戦でチームに勢いをもたらす先制ゴールを記録。一方の三笘は11月に日本代表に初招集され、初出場となったオマーン代表との一戦では伊東純也の決勝ゴールをアシストしました。2022年3月に行われた勝てばワールドカップ行きが決まるというシチュエーションで迎えたオーストラリア代表との一戦では田中はスタメンとして84分までプレー。南野拓実と共にベンチに下がり、交代で入ってきたのは原口元気と三笘でした。投入から5分後の89分に三笘が値千金の先制ゴールを挙げると、後半アディショナルタイムには再び三笘が得点を挙げ、日本代表は見事ワールドカップ行きの切符をつかみ取りました。こうして日本代表の主力に定着した2人は2022年11月から行われるカタールワールドカップの日本代表メンバーにも選出されます。初陣のドイツ代表戦で劇的白星を飾った日本代表は続くコスタリカ代表戦を0対1で落としており、グループ突破のためには引き分け以上他以上の結果を問わずに決めるためには勝利が求められる状況で、第3戦のスペイン代表戦を迎えました。2010年の南アフリカワールドカップで世界の頂点に立ったスペイン代表は、大会前から優勝候補の一角に挙げる人も少なくなかった強豪国です。初戦のコスタリカ代表戦では7対0と圧巻のゴールショーを披露。第2節では日本代表に敗れて後がないドイツ代表相手に1対1のドローを演じ、1勝1分けと無敗で最終節を迎えました。この試合、田中はスタメンでプレーし、三笘は0対1で迎えたハーフタイム明けからピッチに立ちます。後半開始と同時にスペイン守備陣へのハイプレスを敢行した日本代表は48分に前線から守備が欠実し、堂安律が同点ゴールを記録。その3分後には堂安からのクロスボールを三笘がラインギリギリで折り返し、ペナルティエリア内に走り込んでいた田中がゴールネットを揺らしました。スペインの選手たちは三笘の折り返しがラインを割っていたと主張しますが、 VAR の結果ギリギリでボールがライン上に残っていたことが明らかになり、日本代表は後半の立ち上がりで逆転に成功。その後はスペインにボールを握られながらもゴールを許さず、見事に首位での決勝トーナメント進出を決めました。試合後ホットラインで逆転ゴールを挙げた2人は熱い抱擁を交わします。三笘にハグされながらピッチの上に倒れ込む田中が痛い痛いと笑うと、三笘はよくいたお前よくいたと熱いメッセージを送りました。この姿は瞬く間に話題となり、フロンターレのファンのみならず日本代表の活躍を願っていた多くの人々を笑顔にさせてくれましたね。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。鷺沼兄弟と称される2人の活躍で決勝トーナメントに駒を進めた日本代表でしたが、次のクロアチア代表戦では PK 戦の末に敗れる結果となり、日本代表にとって初となるベスト8入りの夢は果たせませんでした。しかし現在24歳の田中と25歳の三笘は今後も日本代表の主力を担っていくことが期待される存在で、次回のワールドカップでも活躍する可能性を大いに秘めています。今後の2人のクラブチームでの活躍、そして日本代表でのプレーからも目が離せません。ここまでご視聴していただきありがとうございます。今後もこのような動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。